ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものをご紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、アジハンナです。霧島町の住宅地の中にある倉庫を改装したおしゃれなお店。広々とした店内にはカウンター、個室、宴会場にもなる広間もあって、さまざまなシーンで楽しめます。ご紹介いただくのは増田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらではどういったメニューをいただけるんですか？はい、昼夜ですね、コース料理をメインに美味しい食材を美味しい、料理の調理の仕方で食べていただきたいと思っています。目の前にご用意いただきました。こちらは観音池のポークを使ったしゃぶしゃぶになります。はあ、すっごく綺麗にサシが入ってますね。そうですね、肩ロースの部位になりますけれども、しゃぶしゃぶするだけでも十分噛み応えのある美味しい食べ方になると思います。観音池ポークのしゃぶしゃぶ、1枚がかなり大きいです。うん、溢れんばかりの豚の旨味。本当に豚肉がさっぱりしているので、何枚でもいけそうですね。そうですね、これはかなり美味しいです。アジハンナのこびきブルーに合う一品は何ですか？はい、こちらがですね、ミミツコレノリさんが養護されている黄金ヒラメ甘酢あんかけになります。黄金ヒラメ、どんな特徴があるんですか？そうですね、養殖のヒラメなんですけれども、天然物に負けないような美味しい食感なんです。では黄金ヒラメいただきます。うん、柔らかいですね。そうですね、淡白なんですけど、しっかりとこう旨味が出ます ね、はい、甘酢のあんかけで絡んで、まあ、焼酎とかもよく合うと思います。ではここでいただきます。あ、合いますね。合いますね美味しい。淡白なヒラメで作った甘酢のあんかけとですね、こびきブルーのさっぱりの味わいが非常に合うと思います。先ほどのですね、豚しゃぶとこちらのヒラメのあんかけの入ったコース料理のご案内もありますので、ご利用ください。お肉も魚も楽しめるコース料理ですね。はい、皆さんもアジハンナの宮崎の食材を使ったコース料理、ぜひご賞味ください。では増田さんもご一緒に、はい、今夜もブルーで乾杯。アジハンナで使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRT 番組ホームページをご覧ください。お店の場所は霧島町南九州大学そば、こちらの看板が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。